しておられます祇園秀吉のご紹介等々していただければ結構かと思いますので、よろしくお願いいたします。こんにちは、青木にありやす3回目です。祇園東は、まず京都には5つの花街があります。祇園神戸さん、宮川町さん、上地県さん、本土町さんで祇園東、昔は島原さんもあったのですけど、今は5つの花街となってます。それでうちの、入れて持ってる祇園東という花街は、人数は少ない花街です。舞妓さんが6人、芸妓さんも10人ほどですね。神戸さん、宮川町さんと比べたらだいぶ小さい町ではあります。場所はだいたい祇園会館さん、今吉本さんが入ってはるとこですね。そこの周り、四条から新橋まで、東大路から花見小路くらいまでの狭いとこですけど、お茶屋さんも綺麗なところもよくあります。行事は、まず11月に祇園踊りという踊りがあります。他の町、4つの町は4月や5月に舞台があるのですけど、ゆっとこは秋にしか静止まへん。11月1日から10日まで10日間貸してもらってますので、ぜひ来てください。あと最近で言うと5月13日に、東の中にある歓喜神社さんという神社で、お祭りがあります。いろいろおビールとか食べ物とかいろいろ出してて楽しいので、ぜひ来てください。今年からまた新しいこといろいろさせてもらうかもしれません。それでは最後に、舞妓さんになられてよかったとか思われること、やりがいとか何か仕事お願いできませんでしょうか。よかったと思うこと、まず自分の身になることですね。修行ができるということです。普通に高校生として学校に行っていたらできひんことばっかりやなと毎日思ってます。こうやって皆さんの前で喋ることもできひんし、こんな格好もできひんし、まず憧れの京都に住むことができひんかったなと思って、すごくありがたく思ってます。よかったこと、芸事ができる、習い事を習わさせてもらいますね。踊りとかお茶とか、一応いろいろな今しかできひんことをさせてもらえるのがやりがいやなと感じてます。はい、どうもありがとうございました。それではこれをもちまして、本日の舞妓舞台を終演としたいと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。